前回3年半ぐらい前にですね、はい、インタビューさせていただいて、今日はですね、この、越野純子56の大丈夫ということで、これ56って越野純子56って言うんです。あ、失礼しました。聞いてよかったです。そうです。はい、それで56なんですけれども、はい、これがですね、大丈夫の大、はい、これ一人って書くんです。そうですね。一人、一、はい、人、全部人。本当だ。ね。はい。だから一人からすべてが始まり、人のために仕事をする。これすごい意味があって、はい、人のためにやるということが大丈夫。うん。それ、あとすごい笑っちゃうんですけど、はい、うちの主人が夫が大切って言われた。なるほど。これ先生、どこまでこれは出版して今のは後から決めたわけじゃないんですよね。いや全然。やっぱりね、字をねじーっと眺めるとね。はい、やっぱり形になりますね。それ自分の発見、うん、こんなの発見なんてね、うん、この字はもう大昔からあるはずなのに、はい、誰も発見しないのとか。確かに。これもね、はい、誰も発見しないのって私が発見したみたいな、うん、誰も言われたことない、うん、一人でしょ、はい、ですね。なんか今日後でいろんな話伺おうと思ったんですけど、それこそなんかもうね、それこそこのコロナでニッチもサッチもいかなくなって、いろんなもはやもうダメかって思うこともありますけど、うん、この大丈夫という当たり前の3つの字面でさえ僕ら知らないことあるっていうことですよね。そういうことですよ、うんうん。だから日本の漢字ってもう素晴らしいですよ。うん、はい、まあ、センスは全てに通じるもの。はい、うん、作る、売る、うん、買う、世の中を見る、時代を読む、タイミングを読む、いろいろありますけども、常日頃からあらゆるセンスを磨くことは、自分や大切な人たちを守り抜いていくための非常に重要なこととあると思うんですが、やっぱりとなるとセンスって、僕のように、まあ、デザイナーでもない、まあ、クリエイティブな仕事はしてますけど、人間からするとやっぱりセンスってこう、なんだろう、やっぱ生まれつきなイメージがあったりするんですが、ただそのやっぱり先生もここで磨くって書かれてるように、いわゆる後天的に身につけ、やっぱ得られるものなんでしょうか。センスっていうのは、まあ、本来持ってるものも本質的なものもあるんですけれど、はい、うん、4つの意味があって、これも辞書にある、はい、4つ目、感覚的っていうのはもう、うん、感覚的な人と感覚に鈍感な人いますよね、はい、感覚的な直感とか、うん、感がいいとか、はい、これって瞬間的な判断、これ瞬間的な判断ができる人、状況判断ができる、うん、はい、だから、あ、今日は雪ですとかね、いや、いいお天気ですとか、はい、そういうのもすごい状況判断、状況判断が一緒にしてできることと、はい、センスってね、それと感覚的なことと、うん、それについて、まあ、ある意味で知識を、はい、ある、うん、知ってるってこと、知らないんじゃ知ってるってこと、はい、それと経験がある、うん、経験って大きいの、あ、これ美味しいでしょって言っても、うん、食べたこともないのに美味しいとは言えないですよ、言えないですね、うん、経験しないと、はい、そういうひっくるめて全部でこれはいいですよ、うん、センスいいわねって言われる、うん、だからセンスってものすごく深いのよね、簡単に言うけど、うん、ファッション用語みたいに、はい、なんかパッと見ただけでなんかこう綺麗な格好して、あ、センスいいわねって、うん、そのファッション用語にするから、まあ、チャラいというか、うん、単純に表面的だ、ちょっと表層的だったり狭かったり、うん、本当の意味はサッカーが、うん、サッカーでいいシュートを入れるってことで偶然入ってるんじゃなくて、うん、相当訓練して経験して、はい、それお勉強して、うん、それ状況判断ができて、はい、瞬間的判断ができて、それでパンパンって入って、うん、あ、いいセンスっていうんで、あれ、これもともとサッカー用語なんです。あ、僕サッカーずっとやってたのに気づきませんでした。そうでしょ、確かに思い出して、だって、はい、ね、練習してるじゃないですか、はい、こっちからパスして、はい、こう来てこうってこう、はい、ね、偶然じゃないんですよね。右で切るか 左で蹴るのか、うん、もう後ろで切るのか分かんないけど、はい、とにかく経験してるからできる、はい、確かにそうですね。そしてその選択の積み重ねが現れたもんですね。そう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 、だから、うん、センスいいねっていう表現するでしょ、します、いいセンスっていうでしょ、はい、そこがサッカー用語なんですよ。それは目から鱗でしたね。そうか。そうなんです。意外に身近なことで分かんないと思う。確かに。なんか今のそのセンスともつながるんですけど、この先の方にまた流行にとらわれないっていうふうにあって、うん、そうですね。流行ってね、うん、はい、一時的なことなんですよね。はい、それが長続きしないわけでしょ、うん、その時夢中になって、これ流行ってるのいいですよ、はい、とかってね、うん、流行り物に飛びつくと、その時は
結構みんなと一緒だから楽しいんだけど、はい、それが永久ではないんですよね、うん、やっぱり流れゆくって書いてあって、確かに、だからどんどん変わっていくんで、はい、あの時流行ってたのにどうして今古いんだろうと思ったりするじゃないですか、うんうん、だからその時その時の表現だと思います流行って、うんうんうん、だから流行を追っかけると、うん、うーん長持ちしない、うん、洋服でも、はい、これは今流行ですよっつってね、はい、流行の先端をまあ買うとするじゃないですか、うんうん、10年経ったら本当に古いものね、あでも流行の目で見ないで、はい、いいものはいいというね見方があるんですよ、うんうんうん、いいもの永遠にいいです、それとオリジナリティが永遠にいい、うんうん、結局流行というのはみんなが同じものを作ってるわけ、はい、みんなが同じ共鳴ですよ、はい、流行ってみんながいいって言うから流行するわけで、一、うん、人がいいだって一人だけだって流行しないよね、そうですね、うん、共鳴だからね、ちょっと一概に言えないかもしれないですけど、例えば何か服のデザインするときにさっきの流行に流されないとかっていうのもあるかもしれないですけど、 なんて言うんでしょう、どういう感覚で作られてるのかな、つまりご自身の中でこれは美しいと思う、でも時代はどうなんだろうとか普遍的かなとか、いやそれはだから私は対極的な考えって言うんですよ、あやっぱ対極の美、そう対極の美っていうのはこれでね、はい、まあ、自分の考えっていうのは絶対あって、うん、自分の考えがいいかどうかよく分かんないですよ、うん、すごくぴったりの時もあるけど出過ぎの場合もあるし、うん、でもそこに一歩外に出ると時代とか背景っていうかあるわけですよ、はい、自分以外のこと、はい、だから両目で見るっていうのはそれだと思うんですよね、うんうん、だからあのなんていうの環境とか、はい、そういう形から見るっていう、こういう中にまあ例えば東京の中、日本の中、世界の中って、ね、うん、の点でいるわけだから、はい、自分の勝手なオリジナルだけでが全てではないんだけれど、うん、はい、大切なのは自分というものを失わずに、うん、社会というものを尊敬しながら一緒になってこの両手が動くように、うんうん、両手は右手はすごいよく動くけど左手があるから右手がよく動けるのよ、確かに、うん、だから左手っていうのはやっぱり一つの動かない社会、うん、まあ、自分以外のもの、うん、これも自分自身ですよ、うん、だから自分自身だけで動いてても左手があるから右手がよく動けるのよ、うん、っていう風な考え、だから対極コンセプトってそれです、なるほど、うん、このところにも遊びのセンスってありますけど、うん、提案したいのはすごく高度な遊びと、真面目一辺倒ではない余裕と発展性のある遊びってあると思うんですけど、うん、余裕ですね、なんか僕、うん、そこがよくもあると思います、自分では真面目なんですよ、なので遊びっていう言葉が真面目ってね、1たす1は2なんですよ、あ1たす1は無限大にならないと、はい、だからそれは、はい、おもてなしのセンスです、おもてなしのセンス、おもてなしっていうのは江戸時代はね、思っても見ないことを成し遂げるっていうの、うん、だからもう隠しといて温めといて、うん、隠しといて自分でもびっくりするように、はい、貯めといて、うん、いいタイミングでも誰にも悟らずに、うん、バッてやっぱりこう感動って大きいですよ、うんうんうん、だからやたらと見え見えっていうんじゃなくて、はい、ある程度こう作戦ってあるじゃないですか、うんうんうん、喜んでもらうにはね、前々からね、あの明日こういうのあるからねちょっと面白くないと思う、確かに、でも明日分かんないからちょっと朝起きてごらん、どんなふうになってるか面白いよってなると、うん、朝起きるのも楽しみじゃないですか、はいはい、だから明日分かんないから面白いんで、あ明日のこと言っちゃったら、うん、明日どっち見て雨よって言ったら、あそうじゃもう寝てるわってなるじゃないですか、うん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 、で明日分からないから、うん、今日雪って知らなかったわね、そうかそういうことですね、思っても見ないこと成し遂げる、うんうんうん、だからそれと知らないこととかやったことないことが見つかることって素敵なことですよ、うんうんうん、だって今もう何でもあるし誰でもやってるし、はい、なんかみんながやってることに注目して私もって言っても、うん、そうね、最初にやった人は偉いと思うけど、うん、最初にやった人は偉いと思いますよ、うん、勇気あると思う、いや本当ですね、うん、いやでもさっきのそのこの大丈夫っていう最初の冒頭でここには一人っていうのが隠れてるよっていう話と、うん、あとこの本の中でも大丈夫、策は無限にあると、なんかその辺の部分で、いややっぱりすごいなと思ったんですけど、うん、やっぱりこのコロナ禍で、まあ、いろんなね、まあ、本当にもはやこれまでかみたいな思うこともあると思うんですけど、先生の中でまさに大丈夫、策は無限にあるっていう言葉からご自身の中でなんか最もそれをご自身で体現したエピソードって何かありますか？
あのやっても無駄かなとかね、うん、先のことは思わざるないなってあってね、どっちみちやったって無駄じゃないかとか、な先のことを予言しちゃう人、予言とか先のこと言っちゃう人いるでしょ、うん、それに惑わされると本当になっちゃうから、うん、あまりそういう噂とか聞かない方がいいですね、うんうん、もう思ったら、ま、な思ったら本当にそれについて一生懸命やればいいんで、うん、やる前からなんかどっちみちやってもとか、それも予測かもしれないけど、うんうん、だから私あんまりマイナーのこと嫌いだから、うん、マイナーのこと思っても黙ってる、うんうん、やっぱり前向きが一番正しいかな、うんうん、マイナーっていうのは、うん、まだやってないのに、うん、どっちみちやったってしょうがないでしょみたいな、そういう考え方、はい、マイナスな考え方、あ、そういう意味ですね、うんうん、やっぱりやってみないとってとこですもんね、まず、うん、やってみないと何の証拠もないし、うん、意味もないし始まらない、うんうん、だから まず今日から始めようみたいな、うんうん、いつも今日から、いつも今日から、うん、まあ、それこそ そこのチャレンジの先生も繰り返しで今までこう成功を収められてきたと思うんですけど、うん、なんかそういう意味でこれ聞いてる方に一つもしそういうそれこそ周りから絶対やめろとか無理よみたいに言われてたけど先生がその今の話で信じてこう成し遂げたことって何かあげるとしたら何かありますかね。本当たくさんあると思うんですけどせっかくなんで一つ何か。いや、あのね、やっぱりね、自分がいい思いをするんじゃなくて、うん、人のために尽くすことは、はい、面白い、うんうんうん、今回豊島区のあのグローバルリングっていうところがありまして、そこでまあショーをやったんですけど、そのショーをやるっていうことが重要ではなくて、うん、オーケストラの指揮者の人がコロナになってもうとにかくもう、はい、もうどうしよう、家賃も払えないみたいな、はい、ちょっと収入がほとんどゼロだっていうわけ、うん、それでね、オーケストラって団体は国で支援するけど、はい、フリーの人ってどれほど大変かってね、ちょっと切実なことを聞いてしまったんですよ、はい、でもね、何も収入はなくても、うん、やった人とやらない人ってお金じゃなくて、やった人は一つの自分の財産にもなるし、うん、その儲けようっていうんで株で儲けるかもしれない、そういう儲け方じゃなくて、結果お金はついてくるけれども、うん、とにかく何かやれることを考える、うん、お金のことはちょっと置いといて、やれることを考える、うん、その方音楽家だからね、はい、あの豊島区長とね1ヶ月ぐらい前に対談したのよ。ああ、そうですね、そしたら豊島区をねその劇場にするんだっていうものすごい大きなビジョン、面白いなと思って、それでねその区長が高野区長って言うんだけど、はい、うん、僕はあのここでファッションショーなんかやるの夢なんですよって言われたから、え、夢ですかつって、うん、でそういうの対談して聞いたから、はい、そこちょっと一緒に行って見てみない、即行ったんですよ。そしたらもうオーケストラできる会場があって、はい、外ですよ、はい、だけどね大きいんですよ、うん、そう簡単にちょっとお金もかかるし、うん、大変だけど、はい、やらないやろうってなって支援してもらったりとか、はい、いろいろ努力をして、うん、でオーケストラ56人とアーティスト、それとバレエダンサーと真ん中に噴水があって噴水の中で踊るとか、はい、もう最高のことできたんです。毎日雨なの、実は毎日雨なんだけど、その瞬間のやる2時間だけお天気だった、すごいでみんな知ってますよ、はい、これって奇跡ってあるのねって、うん、でも偉いのは雨だって分かってきた人と、うん、雨だから来なかった人するわけ、そうか、そうですね、この差ですね、人生は、うんうん、雨でも来た人、うん、ものすごい得したと思う。本当ですか？で雨だから来なかった人いるの、うん、で雨だから来なかった人がいい席1個空いたの、うん、でもったいない席空いたんですよ、うん、で来てもらいたい人に電話したら行きます、うん、雨だけど行きますっていう人のこの差、全然人生違う。そう考えるとさっき先生とね、実は始まる前に僕4年前のインタビューの時に別の本で、あのやっぱり例えば
アポイント2つあったら両方途中ででも行きなさいって言っていただいて、 それで僕もこの4年間実行してきたんですけど、本当にそのちょっとした差の積み重ねですよね。微妙ですね、考え方よね、それもね。いや雨だから行かない、雨でも行く、はい、今日雪だけど、行く、だから雪は雪で楽しいじゃないですか。いや本当です、ね、もう最高の冬物着ちゃおうとか、ね、考え方次第ですよ。でも本当にそこで朝起きたらなんかグズグズして、なんか風邪気味だし、外雨だし、やめるわっていう方がやめることになった。であるもっともっと有名な人に私電話して、ちょっといい席空いてあんた来ないって言ったら、私行く雨でもって。この人はもうやっぱり一流。ちょっとした違いですけど大きいですね。めちゃめちゃ大きい。この差は大きいなと思うね。やっぱ現役の人はね、躊躇しない。雨だろうが何であろうが直感がいい、直感っていうかな、だからこそ現役だし、現役だからこそそういう直感が、そうです、そうです。だから現役でいることですね。いやそれこそなんか先生がやっぱりどうしてこれだけ長きにわたりずっと一線でっていうのを後で伺いたかったんですけど、やっぱりまさに そういうこともあるんですか、ね、そうです、そうです。常に現役、ゆっくりしましょうっていう気は全くなくて1日24時間以上、何かしたい人だから、欲張りです。この本の中に初めてに躊躇しないってあったと思うんですけど、それこそね、今これ2022年ですけど、2022年越の純子が経験する人生の初めてって何かあるんですかね、今年の予定で。あ、展覧会します。大分県立美術館で展覧会します。でね、これは本当に初めてです。ものすごく大きな展覧会で、県立美術館で、バン・シゲルさんの建築なんですけど、バンさんなんですね、すごく大きいですよ。そこで、マネキン150体ぐらい、いやすごい数です、それと、最近絵も描いてるけれど、ファッションショーってね、普通ご招待の世界で、お金出しても見れないっていうのがありますよね、だけど展覧会でファッションショーしてるみたくやるんです、そうするとそこに行った人は良かったなって必ず言ってもらえるような展覧会にしたい。楽しみです。この準備はこれ、今もうずっとやってます。いつもどうなるかなんですけど、結構ギリギリまで先生こう仕上げに追い込むタイプなんですか、割と。それとね、和太鼓のタオって、以前もね、それこそお台場見せて行かせていただきました。そうですか、和太鼓のタオが大分県なんですよ、それで私衣装も今まで3000点ぐらい作ってるので、そのうちの、いいものだけ選んで展示もするんですね、それで1ヶ月半の間にイベントをやるんですね、タオも出てもらったり、だからいろんな形で対談したりとか、いろんなことをやろうと思ってるんです、楽しい。だからすごいなんか、大分県遠いと思うんだけど、そこの経験によって次につながるから、やっぱり最後東京は絶対外せないんだけど、別に今やらなくても東京って今やらなくてもいいじゃないですか、まずやること、で遠いからとか、外国よりパスポートもいらないし、コロナであろうが動けるわけ、外国でやるとね、今ちょっと大変ですよ、まだ。そうですね、